皆さんこんにちは、リフレッシュサロンなんなん店長の中口です。今日は代謝を促進して太りにくい体質を作るための体質改善ストレッチをご紹介いたします。最近食べる量が変わらないのに体重が増えてきた、むしろ食べる量は減ったのに体重は減らない、それもしかしたら代謝機能が低下しているのかもしれません。そこで今日は上半身の肩甲骨の間に集中している褐色脂肪細胞を活性化するストレッチをご紹介いたします。褐色脂肪細胞とは一般的に広く知られている脂肪細胞とは別に、代謝を促し熱産生を良くする働きがあるのが褐色脂肪細胞です。そこで肩甲骨周辺の筋肉を鍛えることで褐色脂肪細胞活性化につながっていきます。それでは上半身の肩甲骨周辺ストレッチをメインとした映像にテロップを入れておりますので、一緒にやってみてください。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。